余暇を楽しむため、ペンタブでお絵描きを始めてみました。絵を描くのは、子供時代以来なので、なかなか気に入ったものにはなりません。少しでも、目的とする絵に見えるようにするためには、かなりの時間を要します。ところが、時間がたっぷりある自分には、これがとても合っていたのです。平成25年頃、NHK のオンデマンドで、大河ドラマ、篤姫を見て、大いに感動しました。それからも、繰り返し何度も見て、今日に至っています。平成29年、ふと思いつきました。それは、このドラマの中で、心に残った場面を紙芝居のように描いてみることでした。出来上がった絵を集めて、ビデオにし、それが5枚出来上がりました。このビデオの前半の絵は、1から4までのビデオの主な絵で、ビデオの後半が5枚目の内容です。絵の出来栄えは、始めた頃と今を比較すると、ほんの少しだけレベルアップしていると思いたいものです。新しい年、2018年が始まりました。この年の2月に行われた平昌オリンピックでは、日本人が活躍し、13個のメダルを獲得しました。感動的な場面もたくさんあり、いいオリンピックでした。寒かった日々も終わりを告げ、やっと3月を迎えました。この年、花は9年目を迎えました。飽きずに、今年も、たくさんの球根や苗を植えました。ほんの少し咲き始めた花もあります。きっと、今年は、今までにない、綺麗な庭を見れることでしょう。一方、篤姫のイラストは、5枚目のビデオ作成に入りました。気に入ったものには程遠いのですが、とにかく、50回分のドラマをもとに、今年中に完成させるつもりです。そうそう、ぜひ記録しておきたいことがありました。今年の NHK の大河ドラマは、西郷吉之助を主役とした、セ・ゴドンというドラマでした。ストーリー、登場人物は、篤姫とよく似た部分もあり、この先、面白くなってきそうです。やはり、この時代の出来事は、ドラマになりやすいのかもしれません。
第45回の母からの文は、何度か胸がいっぱいになりました。篤姫と母の愛、そして、篤姫と多くの同僚の深い人間愛。ドラマとはいえ、胸が熱くなってしまいました。立脇殿は、こたびばかりは戦を避けられぬかもしれぬ。私も早く京へ登らねば。でもそのお体では。いや、何としてもじゃ。くそ。あなた様は天璋院様をお救いしたいと思っておいでなのではありませんか。無論それもある。薩摩にとって大恩あるお方ゆえだ。ならばその思いを貫けばよいではありませぬか。え？私があなた様の足となります。さあ今から参りましょう。待ちなさい。参るというがどこへ行くつもりだ。天璋院様のお心を動かせる方のところです。さあ。おい、近どこへ行くつもりだ。どうぞご遠慮なくお崩しください。すいません。では失礼して。で、今日は何の用じゃ。実は母上様にお願いがあって伺いました。私に何でしょう。あの、江戸においでの天璋院様に薩摩にお帰りいただくように働きかけてはいただけませんでしょうか。薩摩へ。このまま行くと薩摩と徳川の戦になりかねません。江戸城を大久保さんや西郷さんが攻めることになるやもしれないのです。なんということじゃ。お願いいたします。お気持ちは嬉しいのですが、そういう事情ならなおさらのこと、あの子が薩摩に戻るなどとても思えませぬ。しかし母上、このままではあやつの命も。あの子はもう徳川の人間です。しかし。そして私は島津家の人間です。しかし。お母上様、薩摩の女子には薩摩の女子の筋の通し方というものがあるのです。わかりました。でも。良いのだ。にわかの参上ご無礼いたしました。お心遣いかたじけのうございます。
立脇様が向かわれたのは、天正院様はそもそも薩摩のために江戸においでになったお方です。戦となればそのお方がおいでの江戸城を薩摩の軍勢が攻めることにもなりかねません。それはそうだな。国父様にお願いいたします。戦を止められぬとしても、せめて天正院様だけはお救い申し上げるべきだと存じます。薩摩にはそれだけの恩義があるはずです。わしに何をせよと申すのだ。お許しをいただきたいのです。許し、久光様から頂戴つかまつりました。これは天正院様に文を書いてもよいとのお許しにございます。薩摩に呼び戻すがよいとの仰せも賜りました。失礼いたします。ありがたく存じます。久しぶりに筆を取りました。申し上げたいことはただ一つにございます。薩摩にお帰りいただきたいのです。年を取り気弱になったわけではありませんけれど、あなたとまた朝夕桜島を眺め家族として過ごすことができればどれほど嬉しいことでしょう。もしこの文をお読みになりお心が揺れることあらば、迷わずお戻りくださいませ。薩摩に暮らすこの母の願いをどうかお聞き届けくださいますように。天正院様、何とぞお聞き入れくださいませ。母の思いはありがたいが、私はここを離れるわけにはいかぬ。何故にございますか。私は徳川の人間だからじゃ。天正院様が帰るとおっしゃるまでは私はここを動きませぬ。いえ、動けませぬ。小野島殿、ご無体なことをなさるなら捨ておきませぬぞ。私は島津家家老小松立脇の厳命により
参りましてございます。立脇殿の、どうかお分かりください。帰ると仰せになってくださいませ。誰が願おうと帰るわけにはいかぬ。何とぞお聞き届けよ天璋院様。私は徳川の人間としてこの大奥を守る。分かってくれ小野島。頼む。天璋院様を薩摩へお返ししたい。これから天璋院様はますますおつらいお立場に置かれることとなりましょう。その前に返して差し上げたいのです。それは無理なこと。そもそも天璋院様が受け入れられるわけがない。天璋院様は薩摩へお帰りになればお身内もおられます。里ではなく嫁ぎ先で果てることこそ女子の本懐なればこそ、天璋院様はここを離れぬと仰せにもなったのじゃ。あれは天璋院様の意地が言わせたお言葉でもございます。意地ではなくご決意じゃ。意地もございまする。大奥に残る道を自らお選びになったのじゃ。よろしゅうございましょうか。なんじゃ。天璋院様が大奥におられるとなれば誰も我らについてこなくなるのではありますまいか。その通りじゃ。そうは言われますが、とにかくお帰りになりたいお気持ちはおありのはず。それに徳川家は明日をも知れぬという時。明日をも知れぬとはどういうことじゃ。ですから戦になり徳川が負けるようなことあらば、万に一つでもこの江戸城が落ちることなどありはすまい。その一つが起きたらどうなさるおつもりですか。お戻りになる方がお幸せに決まっておりまする。大奥にお残りになることこそ天璋院様のお喜びに決まっておる。宮様にご相談申し上げてみてはいかがでしょうか。宮様じゃと。それを言うなら宮様こそ今日にお戻りになるべきであろう。それもそうでございますね。ならば本寿院様にお伺いしてみるというのはいかがでしょう。薩摩と徳川が戦を始めたら天璋院様は一体どうなさるおつもりなのでございましょうね。あの者は何があろうと徳川家を守ると申しておった。その通りにするに決まっておる。滝山様、一生のお願いにございます。天璋院様が薩摩の兵の手にかかるようなことあらば、あまりにむごい仕打ちと相なります。それはまあ、天璋院様のお命と薩摩を思うお心を何とぞお救いくださいませ。お願い申し上げます。天璋院様、大事なるお願いがございます。この大奥からお出になってくださいませ。何を申すのじゃ、やぶから棒に。徳川家が薩摩と戦をするかもしれぬという時に、大奥の主たる方が
薩摩島津家のお身内とあってはお味方の勢いがそがれるやもしれず。ありえぬ。なれどお国の母君から文も参り、天璋院様は涙を浮かべておいででした。それは懐かしさに心打たれたまでのこと。とにかく薩摩へお戻りくださいまし。どうしたというのじゃ。天璋院様、当初は私も天璋院様にお残りいただきたいと考えておりました。されど考えてみれば、天璋院様はすでにこれまで十二分なお働きを遊ばされました。一つ一つを数え上げればキリがないほどでございます。これから大奥は私たちが守ってまいります。それゆえ天璋院様には何とぞ薩摩へお帰りいただきとう存じます。いや、帰らぬ。それは何故にございますか。そちたちこそが私の家族であるからじゃ。家族。なれど天璋院様、私の家はここじゃ、この大奥じゃ。何があろうと最後までそちたちと一緒じゃ。もしそちたちが嫌でなければな。そのようなもったいのうございます。これで本当に心が決まった。もし薩摩が武力を持って向かってきたときは、私も戦う。武家の女子らしゅう、徳川宗家の嫁らしゅう、最後まで戦うまでじゃ。そちたちの気持ちはありがたかった。礼を申すぞ。いえ、私どもこそ。なんじゃ唐橋は、幼子のような。本に。あの子は薩摩に戻っては来ないでしょう。なぜそう思われるんです。わかります。私が産んだ子ですから。でもそうとわかっていても文を出さずにはいられなかった。それもまた
私の産んだ子だからです。申し上げます。今泉の忠之様が急のお越しでございます。あの篤姫様は何と？薩摩にはお帰りにならないそうだ。徳川の人間として将軍家を支える近江台所として生きていく決意を固めたと、そう申しております。それでお母上様は？この手紙が来る前から母はこうなることを見越しておりました。あの子は薩摩に戻っては来ないでしょう。手紙を読んでただ笑っておりました。そうですか。徳川の人間として生きる、そうですね。篤姫様とはそういうお方でした。しかし心配です。徳川と薩摩との間で戦になどならなければよいのですが。戦は始まる。その覚悟はしておかねばならないでしょう。やはり何としても京へ行かなければ。戦が始まる。何、吉野様が江戸に戻られた。は、久保様。朝早うから大儀である。薩長の軍勢が兵を整え、遠からず江戸を目指してくるのは間違いありません。家臣どもは皆久保様が徳川の陣営を立て直すために戻られたと考えておりましょう。江戸こそ徳川宗家の本陣、戦をするにはここしかないと。無論そのつもりじゃ。しかしそうなると江戸は戦場と化し、何千何万という民が命を失うことになりまする。そうはならぬようにせねばな。なりまする。久保様は嘘をついておられましょう。嘘じゃと？江戸で雌雄を決するおつもりなら、まずは京大阪で敵を食い止めようとなさったはず。その算段をなぜおつけにならなかったのですか？それは措置の申す通りじゃ。何も考えてはおらぬ。ただ一度負けたからといってむざむざ逃げ帰るなど、
なんということをなされましたか。勝、わしは水戸徳川家の出である。は、幕府より朝廷を敬い、ひたすらに尊王を貫けという先祖代々の教えを誰よりも忠実に守ってきたつもりじゃ。そのわしが朝敵にされるなど合点がゆかぬ。わしに力を貸してくれぬか。今となっては頼るべきはそちしかおらぬ。頼るべき相手は私ではないと存じますが。ならば誰じゃ。天璋院様です。天璋院様、あの方にお会いになってはいかがでしょう。なぜわしが薩摩とつながりのある方ゆえわしに命乞いでもせよと申すか。このわしを朝敵に仕立て上げた薩摩の、それも分家の娘風情にか。何も考えず、今はあの方にお会いになることをお勧めいたします。勝、私にはそれしか申せませぬ。どうなさるおつもりですか。私にはまだ慶喜殿と会う心構えができてはおらぬ。無理からぬことと存じます。許しがたい気持ちは私も同じじゃ。お言葉はごもっとも。もしあのお方のお命と引き換えに徳川のお家が安泰となるのでしたら、今はそれもまた致し方なしと存じまする。会わねば何も始まらぬ。天璋院様におかれましては、挨拶は無用に願います。早速ですが、こたびの顛末について時間のうちを受け入れることで戦を避けようといたしましたが、薩摩の策略に乗せられ図らずも戦に引き込まれ敗北を喫しました。以上が事のあらましにございます。なぜ多くの兵を置き去りにし江戸へ逃げ帰ってきたのですか。逃げ帰ったつもりはございませぬ。ではなぜ。私が大阪より姿を消さなければ、決起に流行る我が軍と薩長軍はどちらかが滅ぶまで戦い続けることとなったでしょう。あなたが大阪を離れたのは戦をやめさせるためだと言いたいのですか。いかにもさようにございます。まことの敵は諸外国にございます。その敵から日本国を守るには内輪の戦を避けるにほかなく、
そのために私は。何のために、何のために私に会いたいと。それは勝阿波守。やはりそうですか。勝に言われて。そうですね。あなたが自分の意思で来るわけがない。あなたは私を侮っておいでしゃ。侮るなど滅相もない。私が女子ゆえ、そして成り上がりゆえ。何を仰せになりたいのですか。しかし今は大奥を滑る近江台所の身。このようなことで徳川家を潰すわけにはいかぬのです。私とてこの徳川宗家を救えるのならば、この首の一つや二つ差し出す覚悟はできております。首を差し出す、死ぬ覚悟ができているというのですか。それで徳川家が許されるのであれば。綺麗事はもうよい。綺麗事、首を差し出すのが綺麗事でございますか。綺麗事じゃ。最後の将軍徳川慶喜は潔く散った。でもその後に残るのは本来の徳川宗家ではない。当主を殺しおめおめと生き残った惨めな抜け殻じゃ。では私はどうすればよろしいのですか。朝敵にされたままこのままおめおめ生きろと。生きてもらいます。あなたを信じ従ったばかりに裏切られた者たちへの償いのために。生き恥をさらせと。さらすのです。やるべきことはもう一つ。もう一つ。それでは私にひたすら恭順、隠居謹慎をせよと。戦を避けるためにも徳川宗家の汚名を注ぐためにも、今はひたすら許しを請うしかないでしょう。薩摩長州と戦うべきだと言い出す者たちも大勢おりましょう。その声に耳も貸さず、ひたすら恭順謹慎を貫くのです。よいですね。はっ。しかしそれだけでは敵も許してはくれんでしょう。私は嘆願書を書こうと思います。徳川慶喜の一命を救ってくれるようにと。できますれば宮様にもお力添えをいただきとうございます。私がですか。朝廷に訴えることのできるお方は他にはおりませぬ。母上様の仰せでしたら。ありがとう。
よろしくお願いいたします。なぜそこまでのことを、この慶喜のために。あなたは家族です。徳川という家に集った家族である以上、私は命を懸けてあなたを守らねばなりませぬ。あなたは聡明な人です。すべてが見通せてしまったのでしょう。朝敵として追われる身となること、その末にさらなる戦と流血が待っていることを。いえ、私は人の上に立つ者は孤独です。その孤独の苦さ辛さは味わったものでなければ分かりません。大奥の者たち一千人を取り仕切っていくことでさえ、時にその恐ろしさに身がすくみます。それが天下を治める将軍ともなれば、いかほどのものか。それをお分かりなのは、私が知る限り家持公と夫であった家貞公でした。お二人とも将軍の重荷を背負われ若くして亡くなりました。あなたは生きてください。お二人の分まで。これまでのご苦労、お察し申し上げまする。そのようなお手を、お手をお上げくださいませ。慶応4年1月末、大奥では逃げ帰ってきた慶喜様を追って官軍が江戸に攻め下るとの噂が飛び交っておりました。朝廷に奉る慶喜さん除名の嘆願書です。ありがとうございます。これで慶喜殿も助かるかもしれませぬ。書状が間違いなく朝廷に届けられるか。私がお届けいたします。藤子。この命に代えましても、どうかお任せ遊ばしていただかされ。都は薩摩や長州の軍勢であふれ返っておるというが、それを知っての上でか。それゆえ他の者に任せるわけには参らんのです。
わかった。そなたに預けよう。ありがたき幸せに存じます。私も朝廷への嘆願をこの絵家に頼むことにいたしました。この文をお読みいただければお力になってくださるかと。天璋院様、そちらは私にお任せくださいませ。そちに。天璋院様、唐橋は都の事情に通じております。そうでありましたな。徳川家の御為、天璋院様の御為、お任せいただければ光栄に存じます。唐橋、すまぬ。このような時にしかお役に立てませぬゆえ。よろしく頼んだぞ。頼みましたぞ。お任せくださいませ。他に道はない。こうするしかないのだ。それから間もない2月12日、慶喜様はさらなる恭順の意を表すため江戸城を出て、上野寛永寺で謹慎を続けることになりました。それと同じ頃、京では慶喜様討伐の軍勢がついに出立したのです。ついに薩長軍が江戸を目指して動き出しました。いよいよじゃな。軍の参謀の名前をご存知でしょうか。いや。西郷吉之助と申す者だと。西郷じゃと。天璋院様ご存知のものと聞きました。そして総大将は有栖川宮様、和宮様の言い名付けだった方でございます。なんということじゃ。天璋院様、以前策があると申しました。戦わずして勝つ無策が何よりの策であると申しておったな。おっしゃる通りにございます。それについては考えておりますゆえ、どうぞお心安らかにおわしませ。それは難しいの。難しい。敵軍が向かってきているというのに心安らかになど。存外肝がお小さいのですな。こう見えても私は女子ぞ。今でも足がすくんでおるわ。いや、それは私も同様にて。川宮さんか。江戸攻めの総督だそうです。お気持ちお察しいたしまする。母上様こそお里の軍勢に攻められるのやって、なんとむごいことであらっしゃいましょう。私たちは
よく似ておりますね。私たちはどこまでも同じような運命をたどっていくのやもしれませんね。ならばそれはそれ、手を携えて生きてまいりましょう。そういたしますか。失礼つかまつります。天正院様、唐橋が今日より戻りましてございます。唐橋が、すぐに参る。お役に立てず誠に面目次第もございません。そうであったか。とにもかくにもご苦労であった。唐橋は今日で天正院様ゆかりの方にお会いしたとのことにございます。ゆかりの者？ご無礼つかまつりまする。お懐かしゅうございます。菊島。これはまことか、夢ではないのか。夢ではないようにございますね。会いたかった、会いたかったぞ。それほどお喜びいただけるとは思ってもおりませなんだ。相変わらず口が減らぬの。天正院様こそ一本気なところは少しも変わっておられぬようで。そうでなければ私が私でなくなる。私も口が減らなくてこその生島でございます。それで参った本当の用向きは何じゃ。